OK ということで FWJ オフィシャルチャンネルから今日はお届けしてまいります。はい、 FWJ MC 野澤翔とそしてビーフ佐々木さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は東京プロね、いよいよ始まります。これはね、日本全国そしてもう我々も本当に楽しみにしているビッグビッグビッグコンテストでございます。はい、ということでね、今日はビーフさんと共に注目選手、ここにね、これ分かりますか、ありますよ、9名の IFBB フィジーク、ね、選手がラインナップするわけですけれども、今日はねビーフさんと一緒にちょっといろいろとね選手の前情報ってやつを紐解いていきたいと思います。さあビーフさん、はい、ちょっとこれ見ながらいきましょうか。はい、はい、まずこの9名いる、まあ、選手の中で日本で一番最初に IFBB メンズフィジークプロカードを取ったのは田口純平選手と竹本直人選手でございますけれども、はい、田口選手からいきましょうか。田口選手は直接の面識っていうのはないんですけど、まあ体を見てる限りではフィジーカーとしては持ってこいっていう感じで、まあ、このままだからプロの筋量厚みをつけていけば、まあ、日本のトップで戦って先頭に立ってね戦っていける選手じゃないかなとは思ってます。そうなんですよね、まあ、田口純平選手といえば国内戦では、まあ、いろんな団体から来て今 IFBB プロフェッショナルリーグのプロ、ね、メンズフィジークというわけですけれども、まだ国内戦では負けなしで、うん、我々の IFBB プロのステージに立つわけなんですよ。でもただ今回は強敵が強敵、まあ、そうですね。でもまあ彼のポテンシャルというかそういうところを見てると、まあ、やっぱり盛り上げてくれるんじゃないかなっていう気はしてます。やはりこのバランスとかこのスタイルっていうところではやっぱりこう生まれ持った ね、 そうですね、素質というものを感じますよね。そうですね、はい、これにだからトレーニングの仕方がしっかりできて、でポイントがしっかりフィジークとしてのポイントは抑えていけばもう本当に強い選手になるんではないかなとは思ってます。さあ日本未だ国内戦では負けなしの田口純平選手、ね、東京プロどんな戦い、ね、どんなステージしてくれるか楽しみでございます。さあ続いては竹本直人選手、まあ、彼もね日本人初の IFBB プロメンズフィジークとして、まあ、ラスベガスの、ね、オリンピアアマチュアで、まあ、プロカードを取ったわけですけれども、バルクという意味では非常にバルクという意味ではすごいなと思います。ですよね、はい、前にエドワード加藤選手の、まあ、リフトが原宿オープンした時に、まあ、T シャツ着た彼が、まあ、来たわけですよ。たまたまエディ選手も近くにいた瞬間、エディ選手がパッて竹本選手見た時、うわっって言ったら、あまりにもでかすぎ て、でかすぎて、マジかって言ったんですよね。やっぱりそういった面では他の選手のね、こうなんだ、度肝を抜くようなやっぱりこうサイズ感がある、うん、さあ、まあ2019年ですよね、最後に彼がプロ戦をしたのは。そうですね、はい、その頃から見てどうでしょうか、今回の竹本選手の戦い。まあ竹本選手の場合はやっぱ体のアウトラインに気をつけながらバルクアップをしていけば、まあいいところを発揮できるかなっていう形ではいけると思います。ただし前回2019年ではもうこれズバリ言っちゃいますよ、2019年竹本選手は非常に減量に苦しんでいた。もうちょっと甘いですよねもうこれはね今日辛口だからいいんですよ、みんな本気で来るから、当日どうなのかって話ですから、僕らは気使ってる、ね、動画ではないから、いや、はっきり言いますよ、もういいも悪いもマジで、はい、なので竹本選手は今回どれだけ減量区というかね、減量をもうどれだけ早い段階で仕上げられるかっていうのがなんか僕分かれ目ターニングポイントになるのかなってちょっと個人的には思ってるんですが、あとはやっぱりフィジーカーなんでやはりこの広がりっていうところが結構やっぱジャッジは見てくると思うんですよ。正面のポーズでもバックポーズでもそこがちょっと縦長に見えるような形であれば
いくらでかくても結構厳しいものがあるので、うん、やっぱ細いウエストからの肩幅へのラインっていうのがやっぱ基本になってくるんで、うん、だから竹本君の場合はやっぱ大きさは確かにある、もう日本トップ、ね、レベルですね。そうですね。だから今回この体にある程度ドライ感を出した仕上げをしてきて、うん、あとは少しポージングとかそういったところも工夫してくれば面白いんじゃないかなとは思います。そうですね。日本屈指のこのバルクにさらにこの、まあ、コンディションそしてポージングという、ね、テクニック的なところを、ね、そうですね、これ改善してくれば竹本選手も分かんないですからね、はい、オリンピアあるかもしれないですよこれは、うん、まあ、全員が全員強敵ということですけど、さあ続いて竹本選手、田口選手に続いて、日本でメンズフィジークプロになったのは YES ワンテンですよ。僕ももう覚えてますわ。ジン選手です。小池選手ですけれども、うん、エントリーナンバーワンテン、トロヒト小池。新しくプロとなった小池選手。やっぱり小池選手といえば、まあ、やっぱり昔からね、彼もやっぱバルク派、やっぱり課題はコンディションっていう選手なのかなと、まあ、でもまあ一番最後に見た大会ではコンディションも良かったし、うん、やっぱ圧倒的な結構強みというか、あのバルク厚みっていうのがあるので、やっぱり期待できる選手。やはりあの一つだけ気になってるのは、お、気になってるのは、はい、T、 はい、そこは、確かに、ジェレミーが連覇してる時は、はい、それがトレンドで、うん、あの形を追った選手がやっぱり多かったと思うんですけど、実際のところ今はもうある程度こうデルタというか、やっぱ細いウエストから広がる背中っていうのが基本になってきてるので、はい、ではそこのやっぱこれも流行りがあるんで、まあ、流行りトレンド、まさに IFBB プロリーグが毎年こう少しずつ変わるね、あるんですよね、うん、だからそのトレンドというか、その流行りに乗った体作りをしてくればやっぱり面白い。そうですね、はい、フィジークがこう2013年ぐらいかな、そう、始まった当初から2016-7年ぐらいまではメンズフィジークっていうのは T シェイプと言われて、細いウエストから大円筋がボコンと出る T の字、肩幅にかけてね、かけて T の字を書くこう体が、当時ジェレミー・ブエンディアという選手が連覇した時はビーフさんがおっしゃったように、まあ良いと、かっこいいとされてたんですが、ここ最近2018、19、20、21、まあ、今年もそうでしょうけれども、やっぱりブランドン・ヘンドリクソンとかね、アンドレとか、あと、あの何でしたっけ、あのでっかいオリンピア取ったレイモンド、はやっぱり V シェイプ、うん、でもレイモンドはまあまあ V シェイプ、 T 寄りの V、 そう、うん、T っていうか、あそこはちょっと実際にオリンピアを見に行って思ったのは、あそこはあの年であれがちょっとレイモンドがブランドになってたようなところがあって、うん、あのちょっと自然体で力まない立ち方、本当本当ポージングじゃないですよね、自然にこう立ってるようなのがっていうね、そうそうそう、あれがだからこうなんかトレンドになったような感じだったんだけど、やっぱ、その次の年からはやはり V シェイプが主流になってきて、で逆に言ったら日本では結構片腕がゴリゴリになってくるタイプが多かったんですけど、まあその片腕のバルクっていうよりも全体的なアウトラインがしっかりこうフィジークのラインを作り出してるっていうのがやっぱ最近はトレンドかなと、うんうん、そうですね。なのでメンズフィジーク初期
のトレンドで買ってきたジンが現在の IFBB トレンドの中でどれだけ活躍できるのかっていうのは本当に面白いところ。ただやっぱりね、ジン選手はやっぱりもうメンズフィジーカーとしては非常にね、こう才能のある、まあ、ウエストも細いですしね、やっぱ、うん、やっぱり雰囲気もあるし、そうですね、バルク雰囲気とかいうところでうまい具合に仕上げてきてくれれば、はい、まあ争うでしょうね。そうですね、はい、さあ続いては、はい、来ました、湯浅、キング湯浅ですよ、湯浅選手。まあこれはもう言わずと知れた日本のね、本当に、まあ、フィットネスを引っ張って牽引してきた選手ですけれども、まあ、もちろんプロになるにも結構苦労しました、うんね、たくさんの海外勢に負けて、でたくさんの海外に飛んで本当に苦労した選手ですけれども、やっぱりこう安定的なバランス、コンディション、それこそ V シェイプ、どうでしょうか、 B さんから見て。なかなかプロになれなかった時のポージングとプロを取った時のポージングがまず変わってるので、はい、バックポーズの取り方がまず変わってるので、ここは本当に、ああよく気がついたなっていうところ で、あとはそこからやっぱ安定してるのはやっぱフロントはめちゃめちゃ安定してるので、 そうですね、あとはそのバックに回った時の厚みとかそういったものが、まあ、フロントに匹敵するくらいの安心感があって見れるバックになってくると、それはもう怖いものないっていう感じですかね、うんうん、あまりにも安定しすぎてて、やっぱりね、このなんだろう、どこが飛び抜けてる、ジン選手のように T シェイプがどうのとかいうコメントはないんですよね、うん、本当にやっぱり全体的にもう下半身の ボリュームから上半身のボリュームまで安定しているっていうのはやっぱり湯浅選手なのかなって個人的にはとても思いますね、うんうん、やっぱ本当に仕上げてきて、まあ、ポージングもそつなくこなせるようになってきているので、まあ楽しみですね、はい、まあ彼はクールですから、いろいろね、ああだこうだ言う感じではないですけれどもね、まあ体で示して、体で示して、そう、体で語るタイプなんですよね、そうそうそう、彼はね、うん、これも非常に楽しみ、キング湯浅でございます、はい、ということで続いては佐藤翔吾、佐藤翔吾、さあそして、まあ、今回あれかな、今現段階で一番こうオリンピアに近いかもしれない佐藤翔吾選手、リーフさんどうでしょうか。佐藤翔吾選手はやはり一番隙がないんじゃないかな。そこですよね、うん、だから1回悔しい思いして負けてるクオリファイで、あの時は背中がポージングも含めて俺の中では惜しいところだったんだけど、うんうん、プロカード取った時はその背中がしっかり改善されてたのと、やっぱりあのポージングも背中を見せるポージングができてたんで、いやそこでまあ一歩リードしてプロカードを取ったわけなんで、だからそういうところからいくと、うん、やっぱ期待度は大きい選手、うん、やっぱりそのリーフさんおっしゃるように隙がない、これは本当に佐藤翔吾さん選手にはやっぱり一番ぴったりなワードなのかなって思うんですけども、やっぱりサイズ、バランスっていうのはやっぱり一番ね安定してるところでございますよね。あとは当日のコンディションですよね、はい、ええ、そこをいかにドライ感出して、はい、でやっぱりこうメリハリがある体を持ってきた人がやっぱ勝つでしょう、はい、いや本当にその当日のもう本当、ね、陸上で言ったらコンマ何秒の世界がね、金メダル銀メダルを分けるように、本当に皮膚の状態のね、ほんのちょっと あのコンディション調整が本当にオリンピアなのか2位なのかというね、大きくその選手の運命を分けるところもこの東京プロの見どころでございます。ということで次、市川選手でございます。 IFBB プロクオリファイアでは、クラシックフィジーク
でねプロカードを取ったわけなんですが、もともと彼はやっぱりオリンピア、アマチュアラスベガスでもね2019年にフィジークでもステージにチャレンジしただけあって、あの今回この東京プロね、参戦表明ということですけれども、どうですか市川選手。いや市川選手は逆に言えばダークホース的な存在だから、逆にここを視野に入れとかないとみんな食われるかもしれないっていう感覚はある。油断してると本当に一番この現状腕と肩だけちょっと出てるところこの前見たんだけれども、一番この海外のトップ選手に近いこの筋肉の盛り上がりとこのカットの深さ、ちょっと本当にこれ油断してるとマジでいかれる感じしますよね。まあ調整はそんな失敗してくるような感じは見たことないんで、逆においおいやりすぎじゃねえのっていうところまで絞ってくるから、うんうん、であの細いウエストにあの肩から腕の太さじゃないですか、はい、でそれにラスベガスの時よりも一番インプルーブしたところが背中なんで、うん、だからそこでやっぱり全然お変わったなっていう印象がとても強い選手だから、だから逆に言えばその細いウエストからの背中の広がりで広がったところにまたボリュームのある肩から腕がついてる、うん、そこにいつもの仕上がりに来たらそれはちょっとね、いや危ないなあすごいなこれ、まあ、あのもしかしたら IFBB プロになってからの一番の変わり方インプルーブのレベルっていうのは市川選手がナンバーワンかもしれないですね。そうですね、うん、やっぱこうもうなんかラスベガスの大会からちょっと 見ては来てはいるんですけど、やっぱちょっと、うん、アウトラインから、うん、筋量からあとシェイプもね、やっぱちょっと回を増すごとにいい感じになってきてるのは市川くんかな。さあダークホース市川選手ね、何を起こすのか非常に楽しみでございます。そして2015年に立ち上がった NPCJ をずっと、まあ、牽引してきた広川選手、まあプロになってね、やっぱり彼のこのフロントポーズの迫力っていうのはね、もうクオリファイで悔しい思いしてきた時から、まあ今に至るまでもう健在ですけれども、どうでしょうか広川選手。広川君はやっぱこの身長でやっぱ他の大型の選手にまあ立ち向かうところはちょっとなかなか難しいとは思うんだけど、うん、でもまあやっぱあの一個一個筋肉の隆起、あのフロントでの迫力っていうのとかバック回った時の厚みっていうのはやっぱりあるの で、ね、うん、だから本当は彼はここから細かなカットが出せるような体の仕上げ方をしてくれれば、まあやっぱりね、本当大型選手にも挑戦して勝つ体にはなるんじゃないかなと思う、うん、やっぱりクラス A の選手としてはね、本当にこうフロントでのこれはアマチュア時代からそうですけども、この彼はミッドセクションの美しさ、うん、そしてコンディションをあまり外さないね、この調整のうまさっていうのはこの東京プロでも見せてくれるんじゃないかなと、ね、そうですね。だからまあ、あと一つ望むとすれば、ほう、望むとすればです望むとすればポージングした時にもう少し体の伸びが欲しい。え、伸びが欲しい、どういうことですか。出てきた時の体とポーズ取った時の体で、はい、変化があまりないんで。 なるほどね。だから、うん、やっぱりこうそれはトレーニングの仕方もあるんだろうけども、やっぱ立って普通に見てる時の形とポージングした時の形でおおっていう、うんうん、やっぱ体の伸びがあった上にあの密度感があると、それはもうこれ以上強みはないと、ないこのインパクトを残せるんじゃないか、うん、というところでね、本当クラス A の、ね、代表ですから、本当に、ね、これでオリンピア取ったら本当にまたこれもね面白い展開でございます。広川翔一選手。そして、今一番
やっぱり IFBB プロとしては新入生ね、エドワード加藤選手でございますけれども、エドワード加藤選手、今一番いろいろな意味でね、選手としてもビジネスマンとしても勢いのあるエディ選手、いかがでしょうか。エディはね、持ってるものは本当にいい、うん、あのスケール感とか、やっぱそれこそあのポージングした時の体の伸びからの、うん、まあ迫力っていうのはあるけれども、まあやっぱそのワイド感があるがゆえに、うん、厚みがなかなか出しづらい体だと思うので、うん、その厚みを出すっていうのを一言で簡単に言ってしまえば、なかなかねプロになった先輩たちの、早めになってる先輩たちのやっぱあの厚みとかっていうのにはなかなか到底追いつくかどうかっていうところなんだろうけれども、まあやっぱり筋量が全てではないので、やっぱポイントポイントを抑えたような形で、まあそうですね、ポージングは結構いろいろ考えるタイプなんだろうから、だからそれで自分が一番よく見えるようなところを考えながら先輩連中に立ち向かっていけば、まあ面白いかな。そうですね、やっぱりワイドな選手であればあるほど、やっぱりこの厚みには悩む。厚みのある選手であればあるほど、このワイドには悩む。もうこれはね、ボディービルディング、このボディーコンテスト、まあ、フィットネスをやってる競技をねやってる選手であれば、本当にどの、競技でも悩むとこなんですけれども、エディ選手ね、どこまでこの厚み、重量感というものを出しつつ、あのいつものワイド感を出せるのか、これがねオリンピアへのね切符へのねターニングポイントとなるんじゃないかなというところでございますね。そう、はい、8月29日に行われる東京、プロに、出ないことになりました。コロナに、かかってます、まあ、陽性ということで、出れなくなったんですね。さあ続いてチューン、カネコ、カネキンでございますけれども、まあ、カネキンといえばやっぱりね、こうザ・バランスっていうところで、こうリージョナル、まあアマチュア時代からね勝ってきた選手だと思いますが、どうでしょうかビーフさん。もう体感はいいかな。で結構カネキンの場合はフロントもバックもやっぱ見応えがあるんですよ、うん、見応えがある、うん、でさっき言ったように片腕のごつさがそれほどなくてもっていうのがフィジークっぽい今のあれなんですが、カネキンのあの正面とバックのあのボリュームからいくと、前に見た大会ではもうちょっと腕のサイズがあってもいいかなっていう気はしてるんですけど、多分これはね本人もね一番分かってるところなんですよね、うん、2頭のボリュームはあるんですよ、うんうんうん、3頭のボリュームがあればあのワイド感をもう少し出せる。だからやっぱそこが改善されてればそれは当然争う選手ですね。これね彼のインスタグラムでもあったんですけれども、バランス派がサイズをつけてきたらそれでゲームオーバーっていうことがあったんで、彼もやっぱりそこを改善して、もちろん腕肩をねのサイズのボリュームアップを図ってくるっていうところはかなりねフォーカスして多分このステージに立ってくると思います。そしてやっぱり僕のイメージではカネキンといえばコンテストから離れてるときはうんうんうんっていう雰囲気なんですけれども、コンテストに近づけば近づくほど一番ガラッとサイズ感も表情もコンディションも変わってくるのがカネキンなのかなって思うんですけど、どうでしょうかビーフさん。まあやっぱ彼のそのコンテストに対してのまあ姿勢もあるんだろうけど、やっぱり背中を見てる限りではそんな軽い重さでちょこちょこやってるような背中の
作り方ではないので、はいはい、やっぱりちゃんと重いのを引いてると思うような体なんで、やっぱまあトレーニングに対しての姿勢がやっぱ真面目なんだとは思うんですけど、それが体には出てるなっていう気がします。さあ楽しみですね、ステージで彼がポージングを取ってなんぼの選手ってところですからね、非常に楽しみなところでございます。旬金子、いやにしても東京プロ楽しみでございますよ。面白いですね。はい、もうこれちょっと僕ビーフさん、僕は MC やってますけど、ビーフさん真正面からずっと見てたいレベルのコンテストですよね、これは。そうですね、まあ俺は辛口コメントまた書くんじゃないですかこれが面白いんですよ、やっぱりこう気使わない、いやなんか中途半端なコメント残さない、もうこれがビーフ佐々木のね面白いところですから、はい、まあ次へのステップだと思ってもらえば、まあボディコンテストはプロでもアマでも同じですからね。そうそう、やっぱりこのコンテスト出て、うん、だからプロになったね素晴らしい選手たちだけじゃなく、まあ本当にそれこそノービスとか初めて挑戦するような選手から何から、本当にだからうちの大会っていうのはフィードバックを本当にもらいに来てくださいっていうところはそういうところで、だから得意なところをどうだどうだって見せてもジャッジにしてみたら本当にもうなんかいやそこはもう分かってるというところなんで、コメントだなこれ、うん、だから逆に言えば本当に自分のどこが足りなかったんですかっていうところをしっかり理解して、そこを自分の中で噛み砕いてトレーニングをするなりっていうところ で次の舞台に出てきた時にそこは改善されててっていうところが、自分たちやっぱジャッジとかしてる側にしてみれば、ああ頑張ったなと、そういうところがやっぱり評価の対象になっていくので、そもそもあれですからね、皆さん僕が選手になったきっかけビーフなんですから本当にジムで声かけられて、それでメンズフィジークデビューで、ということで皆さん東京プロいよいよです。皆さんが一番推しの選手、この選手がオリンピアをつかむんじゃないかと思う選手、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。ということで皆さん、東京プロベルサール渋谷ガーデン8月28日29日会場でお会いしましょう。ということでディープ佐々木さんと野澤翔でした。バイバイ。